グラウンドの中で戦える1対1で競ってセカンドボールを拾うという、ああいう献身的な選手というのは絶対に必要だし。アスベツでの初戦、前半12分またしても先制を許してしまう。そして前半29分、コーナーキックからフリーでダビのヘッド、同点。風の影響もあるが、何度もサイドへのゴールキックを試みる。もう一つのセットプレー、ミノアのロングスロー。リーグ戦初スタメンの西澤が落ち着いて止める。しかし前半終了間際パスで崩され、再びリードを許してしまう。後半から池内を投入するが、開始早々から危ないシーンが何度も。左サイドで先発の中山がアグレッシブさを見せる。後半29分、クライトンのクロスに池内のヘッド、ついに追いついた。しかしこのプレーでクライトンにイエロー、次節の出場停止が決まってしまう。後半途中から西谷と砂川を投入。何度も相手ゴールに迫る。結局ドロー、勝ちきれなかったものの、公式戦の連敗は5でストップ。あさってのアウェー千葉での試合に向け、今日は雨の中トレーニングが行われました。警告の累積でクライトンが出場停止。攻撃の起点を失ったマイナス面と、守備を重視したボランチを起用できるプラスアルファ、どちらが大きいのか。点の取り合いになりづらい、変なミスで失点した方が負けると三浦監督。函館でのナビスコ菅戦でゴールを挙げたこの選手が鮮烈に復帰します。速い選手もいるし、まあ、とにかく守備が堅いチームだと思ってるんで、まあ、そこからのカウンター一番やっぱ失点しないように気をつけないといけないとこかなとは思います。まあ、後ろの4枚はとにかくゴール前では体を張って1対1で負けないっていうところをとにかく意識してやらないと、まあ、試合にならないと思うし、あとは一人一人の後ろを、まあ、ディフェンスする人のやっぱ意識っていうか責任感が、まあ、足りないのかなっていうところもまだあるかなと思います。パス供給するクライトンがいないですけど、まあ、そこは一人一人がそのクライトンいない役割をカバーしながら、まあ、僕もサイドバックなんで上がれる時に上がってチャンスメイクできればいいかなと思います。ベテランが中を固め、右に平岡、クライトンの代わりにボランチには西が起用されそうです。